こんにちは、草刈りです。皆さんもやってみてる、これ見てるだけでいいよ。晴れた。8月15日日曜日、4日ぶりの晴れでございます。晴れたら我が家は海に行く。 Here we go。 今日は日本海側音ヶ浜というビーチに向かってます。能登半島も去年ね、回りきれなかったエリアがあるので、今日はそっちを狙います。またまたやってきたぞ、日本海。うそ、すごい、何このビーチライン。素晴らしい景色です。道の駅赤髪、いい眺めだね、これ最高。小鳥、今日もサップやるぞ。 Here we go。 素晴らしい、めっちゃビーチ、ビューティフォー。よし、サップやるぜ。ヘイ、リッシュリッシュ、すごい、なんてすごいロケーションなんでしょう。来た、岩あるから気をつけてな。小鳥、ここ今日すごいものができるよ。見た魚いっぱいいた。いい波、いい波も来る。最高のロケーションなんですかね、この海。水も綺麗だし、景色も綺麗だし、波もね、いいの入ってきます。ロングだったら全然遊べる。ブルークラッシュ小鳥、今日もサーフィンの練習頑張りましょう。青井選手が今サーフィンの練習をしています。琴ヶ浜、すげえ楽しかったぜ。絶対また来るぜ。ナイスウェーブ、ナイスサーフィン、センキュー。楽しかったね、小鳥さん。今日ちょっとサーフィンやりましたけど、どうでしたか？まあまあ。どっちやねん。できたのかできてねえのかって、父ちゃんは聞いてんだ。できた。ああ、じゃあまたやりますよ。うん。父ちゃん、またまた、すごいビーチ発見しちゃいました。まさかね、サーフポイントだとは知らないで、行ったらね、波立ってたんで、サーフィンもできちゃうという、一石二鳥。最高のビーチ。続きましては世界一長いビーチ行ってみましょう。 Here we go。 空が広いよ。あ、これだ、世界一長いベンチ。あー、いいあれじゃない、やった、サンセット。あー、落ちる。到着しましたよ、妻。都議海岸ですね。さっきと違って全然波ないね、ここ。本当だね、とっても穏やか。そしてこの先に世界一長いベンチあります。行ってみましょうか。すごい綺麗な夕焼けに出会いました。ずっと海遊び続けてきてよかった。世界一長いベンチの正体はこれです。ティン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 、てってれー。ずーっと向こうまで続いてます。一本です。
何メートルって言ってたし、これ一度に一体何人の人が一緒に海を眺められるのかな。全長460メートルというわけで、これが世界一長い島でした。あ、違うか。違います。何が長い？何が長いの？すごい綺麗だね、水。入ってみたら。いいよ。今、葵が行ったから逃げちゃった。もうちょっとこっち行ったらいい。到着しました、ガンモン。さあ、行くわよ。坂の水は4、1、2、3、4を回れば。分かった分かった、みんなごめん。なんだ、こっちからの方がいい。それあ、じゃあこっちから行く。じゃあ後ろ行く。じゃあ父ちゃんを移す。後ろから、うん、行ってみると。行ってみようか。岩門橋ありました、幸せの岩門橋。なんか選べるね。まさに湯沢みたいスキー場だ。海の上だ。あ、船に乗れるんだよ、遊覧船。本当だ。お、青井選手。洞窟行きます。怖いね。怖いってどこの口が言うか。おい、早く行けよ、早く。男だろ、みんなを引っ張ってってくれよ。完成。うわあ、てて、ビーチに出てきました。やばい。不動の滝、地味に大変。階段しんどい、階段しんどい、階段しんどい。ああ、展望台、特設ドラマ、ロケ地、リーチーチー。すごい素敵な海町に到着しました。両サイドがまるで映画の世界のように漁師町です。両サイドが漁師町ですって。うわー、ほんと右も左もこれ自分家分かんなくなっちゃうことあるんじゃない。そっくりな家だらけ。やばいでしょ。ドリさん解説。見てください、この景色。この景色見てください。最高ドライブです。幸せです。この景色でドライブがしたいから、僕はずっと旅を続けてきてます。幸せです。ディナーはついにゲット。寿司弁。なんとハウスの目の前で花火が上がっています。
8月16日月曜日、今日は釣りに挑戦。Here we go。 今日は久しぶりにモビゴンも出動。どこへ行くかはお楽しみ。さあ、久しぶりにやってまいりました。岩車地区ですね。ここは漁港の町です。母ちゃんたち、ここ行けるかな。あっちの堤防からドカンと飛び込んで、うん、こう回って、うん、あっちで入った方がいいっすわ。オッケー。向こうの外の方が綺麗。綺麗。本当？まあただここね、もうプールなんで。うんうん。安心だよね。うん、向こうにすぐ岩場とかもあるんでね。うん。結構浅いっす。足ついちゃうところ行けちゃうんで。僕らいつも外で飛び込んで、うん、まあその辺で泳いで、うん、遊んでぐるっと回ってあそこで帰ってくるみたいな。じゃあ早速、子供たちと遊んでみます。はい、あそこ青くん飛び込めるかな。男の度胸を試す。度胸を試すところ。いや、怖い。上上がらない。そうだね。よし、青行け。あれ、イーケさんはどこ、え、ここに来るの？うん、向こうからぐるっと回って。お母ちゃん、ジャンプして。怖い、なんか高さが。よし。で、待って。私から飛ぶから。よし。やばい、怖いね。おまけの後ろで行きます。ゆいちゃんかっこいい。青スピンだ、スピン。よし、行け、スピンだ。青い男だろ、行け。やだやだ。よし、行け。もうエイティ冷たい。やばい、やばい、やばい。3、2、1、ゴー。あはは、入った。よし、片に。早く。もうそのまま浮いてないよ。止まんなく。レディー、ほら早く。イエーイ。よっ。イエーイ。ゆうやめて。おお。今日は穴水湾。もう超ベタなぎです。すごく安全に遊べる飛び込みポイントを見つけました。おい、スピンいけろ、スピン。イエーイ。ナイスオー。いい、イエス。妻はお仕事。バイ。モビゴンで仕事をしてると思いきや、またツイッターやってんのか、バッケロー。さあ、このモビリティオフィスワゴン、この景色で仕事をするためにこのワゴンは製作されました。ね、海の上に浮いてるみたいだね、オフィスが。本当だね、うん、最高。まあ、やってるのはツイッターとインスタだけだけどな。めっちゃでっかい魚。いた？うわー、捕まえろよ。今見て、今撮ったの。本当？うわ、かなか見てる。人手を見つけたよ。小鳥が一人でタップいっちゃいました。いいよ、いいよ。おい、みんな、俺の飛び込みを見てくれよ。いくよ。Oh. イエーイ。ナイス。ではランチタイムなので一回車に戻ります。最高。いけ。
さあ、モビゴンとエスケが並んでいます。今日はここでランチを作ります。ランチタイム、ランチタイム、ランチタイムは焼きそば。美味しいですか？Yes. Yes. 海で散々遊んだのに、まだ釣りをやります。能登穴水在住の中川先生に釣りのレクチャーをいただいてる。竿を入れて、こうして投げるだけでいいんですよ。だそうです。技術はいらない。あ、今そこに今いた。ね。ね。期待してた釣りと違って、かなり地味な釣り方ではございますが、確実にテトラの間に隠れている魚を釣るという両方でございます。中川先生、魚を見つけてしまったため全く子供たちじゃなくて自分で楽しみ始めてしまいましたほら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 いるじゃん、ほらほら見えた？見えない。小鳥さんも釣りやります？やりましょう。ちなみに妻は対岸のあそこで仕事をしています。来た、あげてみ、おー、やったー、小鳥ー、やったやったー、なにこれ、フグ。やったじゃん、小鳥さん、さすが一匹目。青い針を取る、青、君がやる、針ゆじらして、人間の江戸毒なんかないよ、大丈夫だよ。おーい、だって尻尾巻いて握るとはお前のことだ。うん、釣った人がやってみて。足で押さえてもいいよ、足で。さあ、青井選手。おーっと、青井やりました、やりました。あ、頑張れ、床に置いて頑張れ、青井。つべこべ言うな、青井、やれ。魚を左手で押さえる、噛みつかない。そう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 、ぐるっと回転させて、針の方向見て、針の方向。あと少し、あと少し頑張れ。やればできる。できる。ビビるな。男だろ。よしよし、やった。はい、捕まえて。リリース。えらい。へい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 、give me a five。ユーフー。夏休みは子供たちのものだ。普段やったことのない釣りをやらしています。こんなに喜んでもらえるんだったら、早くからやらしてあげればよかったかな。地元のおじさんたちにアドバイスをもらっています。おりゃ、あへへへ、女の子に持たせんのかよ。そこが持つ、レッツゴー。あ、二人で仲良く、気をつけて気をつけて。ついに食べられる魚が釣れたそうです。あれだね、釣りすごい。そうだ、おお、綺麗な魚。なんて綺麗な魚なの。ね、早く入れよ、入れよ。誰が釣ったの？あ、小鳥、小鳥。小鳥しかいない、小鳥しかいない。そうだ。よし、よくやった、おい。さあ、また今日もマックス遊びすぎました。疲労困憊。田舎バックパッカーに帰ります。物置です。物置で何をしてるかっていうと、牡蠣です。岩牡蠣と真牡蠣ミックスで。いただいちゃいました。あの、海でその場でいただいて、海で直接手渡しされたから、めちゃくちゃ取れたで。わお。こちらの漁師さんが僕らを見つけてくれて、差し入れにといただきましたけれども、こちらの牡蠣、田舎バックパッカーハウスのホームページから購入することができます。おすすめは2月、それから8月、つまり、ナイスタイチャンスというわけで、岩牡蠣8月いっぱい、真牡蠣は通常、通年を通して、かな、うん、まあ、調べてください、自分たちで、はい、美味しい時期がありますので、ぜひね、ここも絶対外れくじ一切なし、間違いなく美味しい牡蠣食えます。必ず必ず食べてください、ぜひ。通販番組みたいな、通販番組で
時は来たりです。てん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 。上級国民の食べ物、岩牡蠣、食べます。多くを語れない。それはもう薄っぺらい言葉になってしまう。何も語らない。気になる人は食ってほしい。8月17日、能登生活9日目ですね。またもや雨です。そんな日は子供たちは勉強をし、父はワークルームで仕事をする。そんなのドライブ。Here we go! We go! さあ、穴水。ゴミはですね、こちら無料資源回収の丸化紹介、こちらに捨てていきます。一本もここに娘たちが飲んだ缶は入ってないのに、捨てる係はやらされる。虐待ですね。飲んべえたちの虐待。すいません。さて、今日は一日ハンスの方でしっかりと仕事、そして勉強したので、お風呂は大きいお風呂に入りに行きます。行ってみたいと思います。名前は？キャッスルマナイ。ラブホテルの名前みたい。キャッスルマナイ。その名にたぐわぬキャッスル感。到着しました。キャッスルマナイ。お城のお風呂に入りたいと思います。ヘビヘビゴー。小鳥さん、小鳥さん、どちら行かれるんですか。小鳥さん、どちら行かれるんですか。キャッスルです。お姫様抱っこしてもらえる顔はめです。一体どなたでしょうか。あなたはどなたですか。うーん、綺麗な施設ですね。お風呂行ってみましょう。みんな、いいお風呂でしたね。That father is 10 and permed!